鳥谷、絶賛の赤虎。臨時コーチとして招かれた阪神 OB の鳥谷隆氏が前日の一軍キャンプに続き、若虎にもイズムを注入した。ドラフト3位山田、ドラフト4位、桃崎、戸井、遠藤、高寺らの早出特殊から遊撃ノックを見守り、指導した。通常メニューの守備練習でも約45分間、熱血指導。高卒1年目や2年目の選手に伝えたかったのは、怪我をせずに試合に出続けるための、体の使い方。サブグラウンドで行われた特殊でも、早出のメンバーに約50分間指導。1日を通して鳥谷氏が特に熱視線を送ったのが山田だった。